今日は私が普段結構やってて、みんなからどうやってやるんですかって質問の多かったこちらのヘアアレンジをやっていきたいと思います。ずっと撮りたかったんだけど髪の毛がピリになったから撮れなくてやっと撮れるようになったんで撮りたいと思います。まずはね、普通に編み込みをしていくんですけど、編み込みの動画を前に出してるので詳しく見たいという方は上のカードをクリックしていただくか、動画概要欄に貼ってあるリンクをチェックしてください。ちょっと今回は割とサクッと編み込みについては説明をしていきます。ちょっとこの辺の毛残したかったら残しておいて、後ろ私はジグザグに分けるのが好みなのでジグザグ分けていきます。あ、でもこのヘアレンジだとジグザグの方がいいかも。まっすぐピーって感じよりはふわっと分けてあげた方がいいかな。で、ちょっと片方ずつ編み込んでいくんで、こっちは仮止めしておきます。そしてこちらを編み込みしていくので、ちょっとこの辺巻き込まないようにクリップで留めて上から編み込みをしていきます。で、今回裏編み込みでいきます。なので3等分したら後ろからこう前毛を持ってくるように編みます。で、ここに毛を加えていきながらさらに下の方まで編み込みをしていきます。これ表編みでもいいし裏編みでもいいんですけど、裏編みの方がね、この三つ編みの感じが表にしっかりとね出てくれるので、よりガーリーな感じになるかなと思います。表編みだとあんまりこの編み目は表面に出ないので、ちょっとおしとやかなしっとりした印象になるかなと思います。毛先まで編んだらこういうちっちゃいゴムで結びます。で、ちょっとねここで少しだけこう毛を引っ張ってあげて、キュッて感じじゃなくて少し緩くしてあげます。そしたらですね、ここの毛先の部分はそのままじゃなくて、こう毛先をくっつ止めて丸くしておきます。そうすると後でまとめた時にこの毛先の毛がこうわーってなってるのが飛び出したりしづらくなるので、このようにしています。じゃあ今度反対側です。こちらも同じように編み込みをしていきます。同じように結びます。で、少し毛を緩くしてあげて毛先を丸く整えます。はい、両方結んでこんな感じになりました。そしたらこの毛束をですね、後ろぐるっと向きますね。毛束をこうやって後ろの方にぐるっと持ってきて、で、ここをねちょっと畳んで隠すようにしながら、この編み込みの下のところにこう毛を隠してあげて、そしてここをピンで留めます。ピンで留めるときは一回上の方に向かって出してあげて、ぐるっと下を向けて、この時ねやっと下の毛も一緒に巻き込むような感じで留めてあげると結構しっかり止まってくれます。で、今度反対側の毛もこうやってぐるっと持ってきてあげて、で、毛先のとこパタッと折ってしまってピンを刺してあげてグリッとできたらもう一回刺す。これでしっかり止まりました。はい、こんな感じで完成しました。あとは横の毛はまあ巻いたり巻かなかったりお好みでって感じです。あと後ろ意外とぺたんこな仕上がりなので、まあ、この上に帽子かぶっちゃったりしてもこう下の方だけ編み込みが見えて可愛いのかなと思います。私ね、髪の毛が傷んでてどんどん三つ編みとかするとすごいシューって細いじゃないですか。でも髪の毛が切れちゃってどんどん三つ編みも細くなっちゃうって感じなんで、もっとね健康な髪の毛だったらもっとこの辺ボリューム出て可愛くなると思います。編み込みさえできちゃえばすごい簡単にできるので、皆さんもぜひやってみてください。他にもこういうヘアアレンジが見てみたいとかあったらぜひぜひコメントの方お待ちしています。
今日の動画が役に立ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そして YouTube には字幕作成機能というのがあるので、こちらもぜひぜひご協力をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。